神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします神奈川県は27日新型コロナウイルス感染症対策本部会議を書面開催し感染に不安を感じる無症状の県民を対象とした無料検査を近く始める方針を決めました無料の対象となるのは PCR 検査と抗原検査で開始日は 国とと調整中と言います。県内の薬局や民間検査機関で実施し、期間は来年1月31日までです。横浜・八景島シーパラダイスで27日、アシカの仲間オタリアによる新年に向けた書き初めの練習風景が公開されました。 書道を始めて14年目のレオが口にくわえた特製の筆を器用に使って来年の絵と虎を描き上げるとライオンのような方向を上げ出来栄えをアピールしました国の火山噴火予知連絡会は27日の定例会合で全国の火山活動の評価をまとめました 噴火警戒レベル1の箱根山については大涌谷で活発な噴気活動が続いているため火山灰などの突発的な噴出に注意する必要があるとしました。